はい、速稼塾の久保です。今回のね、この私の動画はある2人の人を紹介、いや3人かな、3人の方を紹介しようと思います。同時にです。1人目はキングコングの西野さんですよね。このキングコングの西野さんっていう方が、これお笑い芸人の方で、すごくねビジネス系の YouTube とか音声発信をされてるんですけども、すっごく人気なんですよね。私もね遅ればせながらいろいろと今ね聞かせていただいてるんですけども、ためになる情報発信ばっかりなんですよ。その西野さんが今回ね、煙突町のプペルっていう作品、これ絵本なんですけども、こちらの方を持ってきて、その歌をね皆さん歌ってくださいと、私のツイッターで紹介しますよみたいなキャンペーンをやってるんですけども、こちらのキャンペーンですね、2人目の登場人物のいくこさんっていうのが出てきましたね。愛知県のいくこさん、とっても可愛らしいね、アイドルさんみたいないくこさんなんですけども、いくこさんが、あ、西赤楼村の山根さんと、このキングコングさんのこの企画にねトライしてみないっていうふうに YouTube で呼びかけたんですよ。もちろんまだねリアルで会ったことないんですよ。 YouTube での関係です。そしてそれを聞いた西赤楼村岡山県のね山奥の山根さんが、あ、そうだな、ちょっとやってみようかなっていうことで、腕に覚えのあるアコースティックギターでね弾き語りをしてくれたんですよ。これがまたいい声でね、ついつい聞き入っちゃいますよね。でその動画をキングコングの西野さんが Twitter でねパッとやっぱりね紹介してくれたんですよ。まあそれで山根さんの声のいいのも相まって再生回数バーッと上がったと。まあ再生回数が上がったからすごいいいなってことではなくて、これね山根さんが言うのは、いくこさんが紹介してくれたことが嬉しいとね。私もその気持ちわかります。本当にそうなんですよ。ちょっと前ですけども、花屋龍馬さんって方がいらっしゃって、私が花屋龍馬さんをねたまたま見つけて、花屋龍馬さん、この彼はすごく伸びるよと、こういう動画を作るべきだよっていうふうに紹介動画を作ったら、花屋龍馬さんも気づいて、あ、久保さんありがとうって、感動しました、こんな人に紹介されるってこんな嬉しいことなんだみたいなね動画を作ってくださって、それから速稼塾と花屋龍馬さんのね関係っていうのはすごく良好に続いて、花屋龍馬さんもぐっとね伸びて、今年からはねオンラインサロンももうすでに生徒さんが集まってきてっていう感じでビジネスが成り立ってるんですけども、まあこういうふうなねことが、こういう関わりが YouTube で生まれるっていうのはすごくいいなと思うわけなんですよ。本当にね私利私欲ではなくて、自分さえ良ければいいじゃなくて、この人どうですかっていうふうな提供の精神ね、感謝の精神、それをお互いにやってるところが、私が運営している速稼塾の YouTube 部に参加してくださる方の本当にね私の嬉しいところです。で山根さんが今度ね動画をパッと出したら、またいくこさんもねありがとうみたいな感じで反応してくださって、そこに山根さんがまたみたいな感じでね、こういうふうにしてコミュニケーションって起きてくるものだと思うんですよね。だからなんか自分のことをもっともっとね知ってほしいとか、自分の気持ちを聞いてほしいっていうのはもちろんあるんですけども、その前にこの人どうでしょうかとか、こういうものはどうでしょうかとかね、これ本当素晴らしいですよっていうふうに、お互いを称え合うとか励まし合うとか紹介し合うっていう関係が生まれたのが、私がね YouTube でそこから始めてくださいって言ったメッセージでもあるんですよ。で今ねだんだん是正されてきてはいるんですけども、だいたい YouTube って人を叩いてみたりとかね、誰かをバカにしたりとか、誰かを汚したりとか、驚かして腰を抜かさせたりっていうのをみんなで笑うみたいなね、そうやってなんかこういじめなんですよ、はっきり言って。もう画像は全部いじめです。クラスの特定の人をいじめて、みんなでワッハッハッて笑って、誰かに寂しい思い悲しい思いをさしたのをみんなで見て笑う、そこにアクセスが集まってやじるみたいなね、私はそれでいいのかなってずっと思ってるんで、速稼塾を始めた頃から綺麗事ばっかり言ってるんですよ。もう綺麗事ばっかり言うんで、それアクセス集まんないですよ。まあでもね、それに賛同してくれる方と小さなチームが作れれば、それが私の力量でできた家族なんではないかなと思いますし、そこにね共感してくださる方がやっぱり速稼塾っていうのにちょっとね、耳を傾けてくださるのかなと思います。私はこの速稼塾の YouTube っていうのの住み心地がすごく良くてね、こっからやっぱり離れたくないなと思うわけなんですよ。で反面ですね、私はやっぱり YouTube の力を皆さんにももっともっと感じてほしいので、今年はちょっとねアクセスとかねチャンネル登録とか YouTube のクオリティにこだわった動画もどんどん作っていこうと思うんですよ。まあでもね、その第一歩としてこういう風な心からのつながりが YouTube に生まれてきてくれたのは嬉しいなと思います。さあ動画説明欄でね3つの動画をつけておきますので、順番にご覧いただければ幸いでございます。まずはね、山根さんの歌があって、いくこさんのアンサーがあって、それに対する山根さんのアンサーがあって、とってもね気持ちが良くなると思いますし、あ、こんな素晴らしい関係に自分も参加したいなっていうふうに思っていただければ、それがあなたの YouTube の始まりです。それではご覧ください。どうぞありがとうございます。